2015年8月4日、あるネットユーザーが、日本のエスカレーターについて中国版ツイッター、ウェイボーで伝えたところ、多くのネットユーザーが、様々な意見を寄せた。投稿主は、他のネットユーザー A さんの体験談として、東京の地下鉄駅にあるエスカレーターの点検作業の様子を紹介した。駅で、この作業を目にした A さんは、日本のエスカレーターの内部はどのようになっているのだろうと考え、そこにいた作業員に、人が挟まれたらエスカレーターは止まりますか?と質問した。すると、作業員は、服が挟まっただけで停止しますよ、と回答。A さんが、乗降スペースの内部を覗いてみると、人が落ちてしまうようなスペースはなかったという。そんな A さんの耳に残ったのは、最も費用がかかるのは、エスカレーターの本体そのものではなく、様々な安全装置ですという作業員の言葉だった。今回の投稿に対し、中国のネットユーザーは、以下のようなコメントを寄せている。この投稿を拡散しよう。自分の安全を守るために、設計の見直しを訴えたい。良いものはどんどん取り入れるべきだ。日本のエスカレーターをプラス評価することが、悲哀国的とは言わせない。他国の長所を学ばなければ、永遠に進歩できない。こういう議論は、国がもっと豊かになってからの話だね。海外は人命が一番。ここでは、国内の一部のデベロッパーは、コストを削減するために、安いエスカレーターを導入している。彼らにとって大切なのは、値段の安さ、メンテナンスの安さ、設置の簡単さ。